昨日うちの大将とルーシーがいつも通りやり合ってたんだが、野営地で唯一のオンボロデッキが巻き添えを食って見事に行っちまった。そこで新エリート随一のビデオ屋に頼みがあるんだが、例の映画を見るために機材を貸してくれないか。もちろん鑑賞用の個室もついてくるなら最高だ。いいよ、機材なら店にあるし、せっかくなら一緒に見よっか。さすがは万能の店長だ、助かる。それなら一緒に見てくれるか。せっかく店長と見るんだ、ダサくじゃないといいが。なんだ店長、終わった途端にこっちをジロジロと。俺の顔になんかついてるか。ライトさん、ずっとサングラスかけたままだよね。なんでなのかなって聞いてもいい？こうしとけば途中でうっかり寝ちまってもバレずに済むだろ。冗談だ、店長がわざわざ探してくれたビデオだからな。ありがたく最後まで見させてもらったよ。この手のパニック映画なら過激なシーンがお約束だろ。ほら、血がドバッと出るようなやつさ。俺は血がダメなんだ、見ただけでクラッとくる。あんたのとこでぶっ倒れたらいろいろまずいだろ。妙な誤解はされたくない、グラさんはそういうわけだ。まあそんなシーンはなかったわけだが、それでも十分背筋が寒くなったね。え、怖かったの？ライトさんってこういうジャンルがダメなんだね。そうだな、別に災害のシーンが恐ろしいってわけじゃない。最も恐ろしいのは映画の中の指導者たちさ。専門家からの警告があったにもかかわらず正しい選択をすることができなかったな。明らかな危険を前に鷹をくくって無視を決め込み、その結果数えきれないほどの命がホローに飲まれた。とんだお笑い草だ。この世にこれ以上に恐ろしいことがあるか。なんだか不思議なところを怖がるんだね。本当にそう思ってる？そんな目で見えるな。本当さ、手は震えてるしぶっ倒れそうにもなった。もしあの指導者がその後も生きながらえたとしたら、苦悶と自責に苛まれる日々を送るだろうな。そして眠れない夜のたびに何度もこう思う。あの時別の選択をしていれば結末は違ったかもしれない。なんだかライトさん自身の経験にも聞こえる言い方だね。そうか、俺も選択を間違えた口だからかもな。何はともあれ、あんたがいつだって正しい時に正しい選択ができることを祈ろう。と、もうこんな時間か。映画ありがとな、また今度。
参ったな。こんなことちょっと前にもあったような。よう店長、奇遇だな。やいライト、話をそらすんじゃねえ。今日こそ決着をつけてもらうからな。わかった、俺の負けでいい、オタクの勝ちだ。よかったな。なめてんのか。さあ、お前がその気にならねえなら。やめとけ。こいつに指一本でも触れてみろ。ただじゃ済まさんぞ。はあ、そいつに手を出されると随分困るみたいだな。お前がやる気になるなら願ってもねえぜ。なあ、あんたは何のために戦ってる？なんだ、最強を証明するために決まってるだろ。俺はいずれ傭兵団を率いる最強の団長になって業界の頂点に立つ。そのためにはまずお前を倒さなきゃな。気概だけはあるみたいだな。なら聞いてやる、あんたが思う最強の団長とは何だ。そんなもん一番喧嘩が強いやつに決まってんだろ。ほう、あんたを団長と仰ぐ仲間のことをお前は理解できてるか。連中が欲するリーダー像を知ってるか。正しい判断を下し連中を守り成長を導くことはできるのか。そもそもあんたに正真正銘仲間と呼べるやつがいるか。喧嘩が強い、リーダーとしての資質に順位をつけるならそいつは間違いなくドンケツだ。団員が担ごうとも思わない団長の腕っぷしだけが強くて何になる。先人のありがたい話としてはそんなとこだ。どう受け取るかはあんた次第だが、まずは自分の団に対してまともな体裁くらいはつけることだな。出なきゃ俺の時間が無駄になるだけだ。ち、今日のところは引き上げてやる。だが次に会うときは絶対俺が勝つかんな。すまん、みっともないとこを見せた。ライトさんって意外と説得上手なんだね。そんなにあの人と戦いたくなかったの？バレたか。確かにあいつとやり合いたくはなかった。思ったより聞き分けのいいやつで助かったな。それでもしかしてライトさんも昔は傭兵団の団長さんだったの？バカ言え、俺ほど団長にふさわしくない人間もこの世にいないぞ。血見てぶっ倒れる傭兵団の頭なんて肩なしもいいとこだろうが。じゃあ走り屋のチャンピオンなら血を見てぶっ倒れてもいいわけ？なんか適当にごまかそうとしてるでしょ。おっと、こいつは手厳しい。実際隠すような話でもないか。あんたの言う通り、かつての俺はとある傭兵団を率いていた。さっきのやつと大差ない独りよがりな団長だったが、やがてそのうぬぼれにふさわしい罰が当たった。団の半分が俺を置いて行っちまったのさ。あ、ごめん、そんなことがあったなんて。構わんさ、もう何もかも過ぎたことだ。ま、なんだ、人手のいる仕事なら俺にも声をかけてくれ。傭兵家業は畳んだが、人を紹介するくらいなら造作もないからな。今日はこの辺で失礼するよ。はるばる都会まで来たんだ、いろいろ済ませておきたい。またな、店長。
店長、ちょっといいか。用がないなら少し付き合ってくれ。もちろん。あ、でもわざと盗み聞きしてたわけじゃないからね。そう慌てなさんな。今さらあんたに隠すようなことでもない。さっきのは傭兵団にいた仲間の家族だ。あれの兄はデインと言ってうちで副団長を張ってた。聞いた通り、デインは、あいつはもういなくなって久しい。小隊のメンバー全員とホローの中で消息を絶ったんだ。俺が判断を誤ったせいでな。ライトさん、よければその時のことをもっと教えてくれる？前に言っただろ、俺ほど団長にふさわしくない男もいないと。あの時の俺は長たる責任を全うせず、自分の強さばかりに固執し、団の仲間たちをないがしろにしてた。俺はエーテル適応体質をもとに団を二つの小隊に分けていた。わかるだろうが、ホローでの仕事は報酬が弾む分リスクも高い。もろもろ事情もあって、俺はどっちかといえばホローに入る側の小隊とつるむ方が多かったんだ。そうするうちにホローの外で動く小隊の方には不満が溜まっていった。それも道理だと思った俺は、そっちの隊にも時間を割いてやろうと決めたんだが、そんな矢先、報酬のバカでかい依頼が舞い込んできやがった。本来は団長が出張るべきだったが、デインたちホロー側の正体は分身するわけにもいかない俺を気遣って俺抜きでやると言って聞かなかった。そして俺は判断を誤った。内心胸騒ぎがしてたのを押し殺してあいつらを行かせちまったんだ。あとは知っての通りさ。私は団の人たちを信じたことが間違った判断だったなんて思わないよ。あんたはそう思うか。だがどうしても考えずにはいられないんだ。あの日違う選択をしていれば、あいつらと一緒にホローに入っていれば、少なくとも俺はあいつらと死んでやれた。その顔は笑えるな。心配するな、そんな大それたこと考えちゃいない。とにかくその一件で俺は団長に向いてないと痛感した。残った団員たちこそちゃんと面倒を見てやるべきだったが、当時の俺にはそんな気力もなかった。だから団を解散したんだ。そっから退職金やら遺族への保証やらしっかり払い終えた頃には借金で首が回らなくなってたな。それでライトさん、地下闘技場に行くことになっちゃったの？ああ、そこでビッグダディのおやすさんと出会うわけだ。残りの借金を肩代わりしてくれて、その後のことはあんたもよく知ってるはずだな。デインたちにあんなことがあってからというもの、俺は随分このホローを探し回った。結局見つかったのはあいつらの認識票だけ。デイン・ドリスコル、ニック・カーマイン、ラティーナ・キャサリン、俺のせいで死んでいった仲間の名だ。地下闘技場で連勝を積み上げていた時も俺はずっと自問していた。監修は俺を強いと囃し立てたが、俺にそうさせていたのは本当に強さなのか。結局俺はただあいつらのところに行きたがってるだけじゃないかとな。私はね、きっとライトさんの仲間たちはみんなライトさんに生きてほしいって
願ってると思うな。人を慰めるのがうまいじゃないか。安心しな。おやさんに拾われて俺もいくらか変わった。これからもちゃんと生きてくつもりだ。俺が必要とされなくなるまではな。おっと、つい長話しちまったな。なあ店長、一つ約束してくれないか。今日俺が喋ったことあいつらには言うなよ。厄介なことになるのは目に見えてるしな。おやっさんは一晩中俺と人生を語りたがるだろうし、大将には質問攻めにされる。ルーシーに至ってはほっといてくれるのはパイパーくらいのもんだろう。安心して、私口は固いから絶対内緒にするよ。じゃそういうことで。ありがとな店長。今度飯でもどうだ。あんたとはもっと楽しい話がしたい。Thank you.